どんな申し立てかというと、大津さんには仮の代表権がないことで、斉藤君に仮の代表権があることで、大津さんは代表者としての職務を執行してはいけませんということと、党に対しても大津さんにその職務をさせてはいけませんという、大きく分けてこの4つの請求の趣旨があったんですけども、まあ、これについては特段もう向こうちょっと焦ってた感じでしたけどね、うん、やっぱりその大津さんが本当に政治をやりたいということであれば、それは全然ぜひやってられたらいいと思います。僕も応援したいと思います。我々の党に不正があるということであれば、どれが不正なんだということについてしっかりと申し出をいただきたいわけですよね。ですから大津さんが、まあ、その委任している豊田弁護士が見たいということであれば、ご覧いただければ、ちゃんと333人の債権者の方もいらっしゃるし、党の誰を雇用しているのか、見られて困ることは本当何一つないんですよ。だって見られて困るようなことがあるんだったら、幹事長をやってた黒川君が知ってるはずじゃん。はい、千葉の裁判所もあり NHK をぶっ壊ということで、退院上がりですけども、令和5年今日は7月14日14日金曜日です。15時45分ぐらいじゃないかなと思います。まあ、15時半から後ろの千葉地方裁判所の方で、仮処分と申し立ての双方審尋が行われました。出席したのは私この3人と大津さんの代理人の豊田健二さんという弁護士さんということで、あと裁判官今日は1人、前回今日1人で、ね、これ単独で決定するんですね。単独なんですね、はい、もうそんなにややこしくないということかもしれないですね。前回は3人合議だったんですが、で、あと出荷の方ということで、で、申し立て、いわゆる原告席に2人が座っていて、はい、で僕が反対側の被告席に、帰国席 A、B みたいになってて、ね、立花さんはこちらでって言って、で、僕たちは5分ほど前に入ったんですが、まあ、相変わらずと、大津さんは欠席ということでございました。で、豊田弁護士が1分ほど遅れて来られたのかな。そうですね。で、僕の後ろ通って、こう、裁判が、まあ、スタート。まあ、新人がスタートと。で、冒頭ですね、豊田弁護士の方から、まあ、異議ありみたいな感じで、立花がこの場にいることがおかしいという、まあ、はい、正確、まあ、どういう言い方だったかな、政党の債務者が、政党では、妥当ではないというのはご主張で、で、それに対して、裁判長が、私に意見を求めたので、いや、政党助成金云々かんぬ付与法の9条のように、特別代理人を定めなければならないという法律が定められていますので、それに基づいて、選任されていますので、正当な当事者というか、というものであると。逆に、大津さんの代理人をお伺いしたいのは、じゃあ僕じゃなければ誰なんですかと。法律で決められているので、誰なんですかっていうことを確認したところ、まあ、裁判所がですね、まあ、裁判官が、まあ、裁判所としては、正当な当事者であると認識していますということで、まず、その、大津さんの代理人の、豊田弁護士の、まあ、異議というか、冒頭のなんか変化球は、まあ、あっけなく、はい、却下。まあ、裁判官によって、まあ、送達については、こちらは、なされた前提で進めますという形で始まりました。そうですね。特に送達されてないと言ってましたよね。そうですね。要は、送達、正当に送達されていないというようなことを一生懸命言ってましたけども、大津さんはこの件においては当事者、利益相反の当事者になりますから、大津さんは個人という形で、党の代表者は特別代理人の私になるということについては、まあ、村岡先生の方から証拠もつけて、出していますので、まあ、これについても裁判所としては、その場で認めると。で、途中で和解提案がありまして、で私の方から、まあ、大津さんも急に活動を始めているようなので、政治家女子48党という名前をお使いいただくことや、大津さんの活動資金をいくばくかお出しするというようなことで、和解をすることについては、こちらとしては用意がありますということを伝えたんですけども、
まあ、ちょっと大津さん側はそういう次元のことではないということで、ね、村岡弁護士の方から、まあ、党の代表権を特段大津さんにするしないとか、そういうことではなくて、大津さんが別の政治団体の代表者でやるのであれば、国政政党から幾ばっかの活動費を渡しするかのよ、まあ、程度の提案なので、まあ、その提案が全くもう飲めないんですかっていう話になったところ、豊田代理人が飲めないということなので、まあ、であれば、もう、和解の道はなしということで、こちらとしたら、直ちに決定をしてくださいと。はい。まあ、いろいろ判決してくださいと言ったところ、豊田弁護士が、いやいやいやと言ってましたね。はい。なんか、送達について争うとか、なんか、一生懸命おっしゃってましたけども、まあ、そこについても、裁判所としては適切に送達をされたので、ということで、まあ、あっさり終わりましたね。終わりました。要は、こちらが出しました。まあ、いわゆる、まあ、斉藤くんが申し立てをしました。どんな申し立てかっていうと、大津さんには、仮の代表権がないこと、で、斉藤くんに仮の代表権があること、で、大津さんは、代表者としての職務を執行しちゃいけませんということと、党に対しても大津さんにその職務をさせてはいけませんという、大きく分けてこの4つの請求の趣旨があったんですけども、まあ、これについては、特段もう、向こうちょっと焦ってた感じでしたけどね。うん、もう終わりみたいな、まあ。そうですね。結局向こうは、はい、今日の私の印象だと、もう少しこう議論を深めて、期日を伸ばしたいと、うん、決定までの時間伸ばしたいんだなっていうのは感じたんですけれども、うん、もう今回私の申し立て書の中であれ結構頑張って作って、ね、証拠ももうかなり今までのもの、集大成のようなものを出してるので、うん、今回相手方からのその答弁書が出てきて、基本的にはそんな証拠を出して反論してこなかったんですね。そうですね。基本的にはこっちの主張は、いや認められない、その党の総会とか役員会とか一切そんなのは認めないっていう反論だったんですけど、とはいえ、それに対して具体的な証拠を出してこう反論してきたってものではなかったので、まあもうこちらの方としては淡々と今まで出した証拠をもとに判断していただければいいなと。なので、裁判官から、債権者斉藤さん側から何か反論出されますかって聞かれたんですけれども、もう我々の方はもう十分言いたいことを言ってるので、決心していただいて結構ですという形で。ね、で私の方は党としては、斉藤君の言ってることは全部、いわゆる認諾と言って、その通りです。そうしていただければありがたいです。ということですので、まあ、2週間ぐらいで決定書出そうですね、これで。そうですね。はい。まあ、早く行けば今月中に決定が出るんじゃないかなと、ね。ですね。で、本訴が8月の4日。まあ、これ本訴って言っても、まあ、この仮処分で勝ってしまえばもう本訴。そうですね。はい、基本的にこう、仮処分で勝った場合には、大津さんはその代表としての職務を執行できないっていうその命令が出てるので、まあそれを裁判所が、どう答弁書、彼女の答弁書を扱うのかって話も出てくるんですけど。はい、まあだから8月4日の裁判は僕が出ることになるのかもしれないですね、場合によっては。そうですね。いわゆる大津さん自身に党務ができませんっていう裁判の判決が出て、まあ、それが固まらないからまだ無理か。1週間ですかね。2週間後に決定が出て、そこから抗告期限があるから。そうですね。まあ、なんで、とりあえず決定がいつ出るのか。ただ、決定無視もできないので、うん、一応その状況を裁判所に適宜報告してって感じでしょう。うん、まあ、はい、まあ、いずれにしてももう本当に、っていうレベルでしたね。まあ、まあ、想定はしてたんですけど、まあ、豊田弁護士非常に、なんていうのかな、優秀な、会社乗っ取りとかもやっておられる方で優秀な、まあ優秀って、まあ、ある意味だから大津さんのような、こういう変わった案件をうまく処理できる人だというふうに思っていたんですけど、今のところは、まあちょっと肩透かしかなと。だからね、冒頭だから、なんか意義ありみたいな、この立花さんが出てることに意味が、っていう、多分あれ、9条の4とか読んでないんですよ。まあ、読んでないとは思わないですけれども。でも特別代理人、前回いなかったんでね。うん、前回特別代理人っていうのが法律上定めなきゃいけないものを定めていなかったので、それで立花組になったと。あれは臨時管理人なんで、それは勝手に党が規約で作ったものなんで、だから判決文っていうか決定書には立花組の名前出てなかったでしょ。でも、今回の、政党の、代表者、正確に言うと代表者、特別代理人っていう肩書きなんですが、
これはちゃんと法律で定められているねばならないなんですよね。だから大津さんは立花じゃないということを言うんであれば、直ちに特別代理人はこの人なんだっていうことを出してこなきゃいけない。すいません、そこを出してこないのに立花じゃないだけだと、それは非常に弱いということで、逆に何をしてたのかなと。そうですね。それは別に黒川敦彦だとか誰でもよかったわけですよ。勝手に総会開いて、この、まあ、総会というか役員会開いて、この人ですって言えば立花かその人で争いはあったんでしょうけど、まあ、そもそも立花以外の人間を出せなかったことが、もうその時点であなたちゃんと党運営できてない、法律によって定められた特別代理人すら定めてないっていうことを露呈しちゃったっていう感じがしますよ。そうですね、まあ、そういうこと一つ一つが、はい、彼女と斉藤さんどちらが適切な代表者なのかっていうことを裁判官の心証にもつながってくることなので、まあやっぱで少なくとも今日までにだったら誰か用意しとくべきでしたよね。ですよねそれはあると思います。で、まあ、ただトヨタ弁護士のイメージってそんなになんか見た目も全然穏やかな感じだし、名刺交換もちゃんとして別室でやらせていただいて、まあ、話し合いがね、今後、まあ、どういう形でできるのか、僕も全然扉を閉じてるわけではないので、やっぱり、その大津さんが、本当に政治をやりたいということであれば、それは全然ぜひやられたらいいと思います。僕も応援したいと思います。で、我々の党に不正があるということであれば、どれが不正なんだ、ということについて、しっかりと申し出をいただきたいわけですよね。ゼロから全部帳簿を見せなさいっていうのは、今大津さんは我々の考え方でいけば部外者なので、全ての通帳とかをもう通帳の個人名も出しちゃう人ですから、だから個人情報の保護も関係もあるので、ですから大津さんが、まあ、その委任している豊田弁護士が見たいということであれば、それはね、党としてちゃんと弁護士さんや公認会計士が来られるんであれば、どうぞご覧いただければ、ちゃんと333人の債権者の方もいらっしゃるし、党の誰を雇用しているのか、見られて困ることは本当何一つないんですよ。だって見られて困るようなことがあるんだったら、幹事長をやってた黒川くんが知ってるはずじゃん。どう考えても党の幹事長をやってる黒川くんがもうないって言ってるわけですよ。実質あるんだったら黒川くん見つけられるわけですよね。でもそれは、法律上問題があるものじゃなくて、なんか道理的、まあ道徳的に何か問題があるみたいなことを思ってる程度でね。だからそういう意味では本当にもう我々ね、愛と正義と真実正直にやっていってますので、はい、裁判所では強いんですよね、はい。はい。ということで何かご質問ありますか？どうぞいいですよ。はい。ありがとうございます。まず、質問の情報をお返しください。ありがとうございます。はい、どうも。はい。はい。はい。今回も裁判所、一人ということだったんですけど、はい。裁判所の名前が分かれば、お名前何でしたかね。前回の裁判所です。いや、違います。若い方ですね。前回イケメンの裁判官でした。はい。前の会社員の中にはいらっしゃった。そうですね。河合さんって言ったかな。そうですね。河合さんでしたね。はい。名前を。まだ30代っぽい。河合裁判官ですね。はいイケメンということは男性です。はい。あと差し控えたらもったいならなくても結構ですが、はい、以前黒弁護士が斉藤議員の代表でいらっしゃったんですけど、はいはいはい、今回はついていらっしゃる。そうですね、別に久保先生と喧嘩してるとそんなないんですけど、はい、もう、やっぱり料金が、はい、いや久保先生もともとなぜ久保先生にちょっとお願いしたのかっていうと、利益相反の関係で、はい、党の仕事をしてない人を急遽探したために、はい、それなりのお金でお願いをしたっていうのがまず一つあるので、はい、で今後ずっとそれを継続するとなると、それなりのお金をお支払いしなきゃいけないので、はい、それで、そういう意味では。あとは、特段も、村岡先生が斉藤君の代理人をすることの利益相反も、もうここまで来るとありえないだろうということで、はい、まあ、そういう意味では、今回も今日もね、実は別の高橋弁護士とか、はい、唐沢弁護士とか福永弁護士とかも、実はちょっと、いろいろとご依頼してたまたま日程が合わなくてっていう感じで。だから僕自身もだから誰についてないんですけど、はい。はい、別に、隠してるわけでも何でもないです。はい。斉藤さんの。だから、あくまでも、対面に座ってるんで、今日は訴えた人、訴えられた人なんで。だから裁判長は僕は右斜め見てるけど、斉藤君は左斜め見てるんで。はい。
すごい、だから。だから、裁判長から見て、こっち側、債権者、いわゆる原告ですよね。には、私と斉藤さんが座っていて、こっち側、被告、債務者側は、豊田先生と、立花さんが座ってるっていう状況です。はいはい、僕はこう、豊田先生はこういう感じで見てた。そうです。はい。あ、ありがとうございます。はい。はい、ここありますか？こっち側は、はい。本当者、はい。はい。だから、その、もちろんね、この裁判の起訴がどうなるかっていうのは僕たちも絶対とは言えませんけども、その、やはり、登記上の形式的な代表者っていうのはあくまでもその程度ですので、それを大津さんが神聖なる国政政党の代表者と信じて公募に応募される方は、それはいいとは思いますけども、そこを止めるとかやめるべきではとは思わないですけども、ちょっと場合によっては、これまあ和解の中で進んでくれば、大津さんに対する損害賠償の請求なんかもちょっと取り下げをしてもいいかなと思ってはいるんですが、一方で、その大津さんやっぱりこういう新人にもお越しにならないっていうのは、それ僕は大きいと思うんですよね。自分が党首だということであれば弁護士に任せるんじゃなくて、ここに来てやっぱり発言されるべきであってね。これいわゆる党首討論で、テレビ、NHK とかに呼ばれたときに、私喋れないから、弁護士であれで言ってっていうのを認められないわけですよね。だから、まあそういう方の応募に乗ってですね、まあ特に個人情報なんかも非常に扱いが、でたらめな方ですので、まあそういう意味では、それ、一応注意喚起としては、神聖な政党ではないので、応募されるとですね、あとでトラブルに巻き込まれると、まあ、現に、その秘書になったひろし君がもう辞めてるとか、その後事務局長になった大和武君ですか、もう直ちに辞めてるじゃないですか。まあ、このような実態からですよ、私どもは誰も中枢の人間欠けてないのでお分かりの通りですね、やはり相当、危険な、今状態にあると思いますので、そういったものに応募される方も相当の注意を払うべきかな、という注意喚起を促したい、ね。そうですね。はい。被害者が生まれないようにちょっとしなければ我々としても。はい、そうですね。全部実態は全て分かった上で、そうですね、向こう側の候補者になりたいというのであれば、それはもう自己責任でいいとは思うんですけれども、はい、何も知らずに国政政党の公認が受けれるっていう、その勢いで被害者が生まれる可能性もあるので、そこの注意喚起はしっかりしていかないといけないかなと。そうですね。実態全て分かるってかなり難しいので、それを分かった上で候補できてるんですかっていうのも多分向こうもちゃんと説明しないでしょうし、そこにちゃんと向こうが説明してるのかどうかっていうのもやっぱり明らかにしていかないと、やっぱ被害者がちょっと生まれてしまうっていうのが一番ダメなことだと思うので、それだけちょっと我々も注意していかないといけないかな、ね、助けないといけないので、僕らが、僕らの責任もあるので。そうですね。はい、あとあります？特段いいですか？いいですね。じゃあ、はい、じゃあ終わりますということで、まあ、2週間くらいですよね。だと思います。前回も終わってから2週間くらいです。はい、まあ、特に、今回は一旦やっているので、うん、おそらく裁判所の方もどういう状況かっていうことと、まあ、前回よりももう全体の、その、世論がですね、大津さんがおっしゃってることがかなり無茶苦茶であるっていうことも、十分分かってきてるかと思いますので、はい。そういう意味では決定が早いのかもしれません。まあ、今月中には、決定が出ることになろうかと思いますので、今しばらくお待ちくださいということで終わります。裁判所もやり、NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしいね。